ミニミ軽機関銃は、ベルギーの国営重機メーカー、FN ハースタル社が開発した、5.56X45mm、ナトーダンを使用する、軽機関銃である。ミニミとは、フランス語で、小型機関銃を意味する、ミニミトラスミニミトライユーズを略したものである。同社の FN マグを元に軽量化し、また軽量な昇降軽弾を採用することにより、 機関重視一人当たりの蛍光弾数を増加させることに成功した。日本やアメリカでは、分隊単位に配備され、火力支援に使用される団体のほか、小銃用のスタニッヒマガジンでも、球弾を行える。冷却は、空冷式で、重心交換も容易である。2脚が標準装備されており、簡単に蛍光できる、分隊支援火器として使用されるほか、アメリカ陸軍や、 陸上自衛隊では三脚をつけて使用することもある。世界各国の軍隊によって使用されており、ソマリアやイラクにおける各種作戦でも信頼度と射撃性能について優れた評価を受けている。軍隊の支援下記として、また、不評と同じ弾薬を強用できる軽機関銃として設計された。このことから M27 団体からの球団のほか M16 や89式 5.56mm 小銃を、はじめ、NATO 加盟国を含み広く採用されているスタニヒ、マガジンを装填しての射撃が可能となっている。切り替えの際に、特別な操作は不要で、断層を装填するだけで使用できる。ただし、相談不良が起こりやすいため、多くの国では、団体が不足した際の緊急対処としてのみ、これを行わせている。 スタニッヒマガジン用の装填口には、ダストカバーを兼ねた断層止めが備わる。銃弾の薬室への装填は、ベルト球弾方式の場合は引き金を引くと同時に、遊定が前進し、それに合わせるように装填機能により、球弾が開始されベルトリンクから、弾が一発ずつ押し出され、薬室に押し込まれ、遊定で固定され遊定内に、セットされた激震が雷管を叩いて銃弾が発射される。 断層方式の場合は、有底部分が直接弾を押し出し、薬室に装填される。斜めに固定されたキャリングハンドルは、銃本体の運搬のみならず、重心交換の際にも用いられる。このハンドルによって、射撃直後の重心が熱せられた状態でも、耐熱手袋などを必要とせずに交換が可能となった。重心は交換レバーを押し下げ、 重心を前方へ引き抜く動作のみで外すことができる。ハンドルの角度は、伊手が右手でハンドルを握って、銃を持ち上げた場合に、銃本体や弾薬ケースが、伊手の体に当たりにくいよう配慮されている。リアサイトには、つまみが2つついており、全部のつまみを回すと左右に、後部のつまみを回すと上下にそれぞれ消耗が移動する。銃波上部に押しボタン式の安全装置が備わる。 右側に押し出すと安全装置がかかり、左側に押し出すと解除となる。射撃は連発のみ、2脚を標準装備し、長さ調節は3段階。下部等内部には専用の手入れブラシや、分解のための工具が収められている。アメリカ軍やカナダ軍では、ピカティニーレールを装備し、エルコン車、M145 や、工具などの倍率付きスコープ、エイムポイント車やオテック車の光学照準機を、 標準的に装着している。また、日本の陸上自衛隊でもフィードカバー上部に固定式のマウントベースを装着し、専用の直接標準メガネを搭載する場合がある。なお、すべての M249 には、マイルズ用のレーザー装備を取り付けることができる。また、サードパーティー製のサプレッサーを取り付けることもでき、ジェムテック製のものは、NATO 標準のフラッシュハイダーに取り付けられるように、 設計されている。しかし、実際に、これを取り付けると持続射撃で、サプレッサーがオーバーヒートを起こすため、あまり取り入れられてはいないようである。M249 軽機関銃派生型も参照。ミニミには様々なバリエーションが存在し、また、ミニミを参考、模倣した軽機関銃の開発も行われた。ミニミ m k 三回 N 社が二千十三年に発表した改良型。 5.56mm と 7.62mm のモデルが存在する。運用者からのフィードバックをもとに設計されており、次のような改良点が含まれる。米国合同演習にて、それぞれ M249 とミニミオ構えるアメリカ海兵隊員とオーストラリア陸軍兵士 M249 パラトルーパーク定バージョン。折りたたみストックと短いバレルが特徴。 空挺部隊用として、いろいろな戦闘局面に対応できるようコンパクトに設計されている。M249E4M249 をベースにした FN ミニミ、特殊用途かきでピカティニーレールをフィードカバーの上に取り付け、フォアグリップを装着し、重心を短くして空挺スタイルの折りたたみストック M5 に回収したバージョン。その他の特徴として、 軽量化のため、M16 マガジン用、ポート、三脚装着用、金具、二脚を廃止した、MK46 モッ d 1アメリカ特殊作戦軍が採用したもので、M249E4 と似ているが、改良されたレール型ハンドガード、ショルダーレストがなく、M249E4 の M5 ストックよりも軽い、標準タイプの固定式ストックなどの違いがある。 MK48 モッド例詳細は、マーク48機関銃を参照ミニミの 7.62E、X51mm ナトウ弾、使用タイプ、アメリカ海軍特殊部隊など、少数にて、潜入任務などをこなす特殊部隊は、少数体多数の戦いになることが多く、従来の 5.56X45mm ナトウ弾使用のミニミでは、威力不足とされ、また、 ム用機関銃である FN マグ機関銃では少人数で作戦行動するには大きく重すぎ負担が大きいため米特殊作戦軍の要請のもと作成されたモデル2001年に正式採用され2003年から MK48 の正式名称でネイビーシールズに配備されたもともと FN ミニミケ機関銃は小型軽量の軽機関銃を求める英国特殊部隊 SAS の要請に応え開発が始められ、当初は 7.62X51mm ナトーダ弾を使用する試作系機関銃として開発されたものであった。この試作系機関銃は耐久性や持続連射時間が不足しているとされ、正式採用されなかったが、その後アメリカ陸軍が求めた 5.56X45mm ナトーダ弾使用の分隊支援下記向けに、 当該試作軽機関銃をスケールダウンしたモデルを提案したところ M249 として正式採用されたという権威があった。そのため FN ファースタル社は過去の試作段階で 7.62X51mm ナトウ弾を使用する軽機関銃に関する開発データを蓄積しており、これを活用してアセコムの要請に素早く対応することができた。 MK48 機関銃の基本的な内部構造は M249 とほぼ同一であり、作動機構はガス圧利用、ロータリーボルト式である。斜めに取り付けられたキャリングハンドルにより、重心交換も可能である M249 と異なり、断層球段機能が省略され、金属製リンクによって連結された弾薬をベルト球段する大部計算詳細は、 計算を参照 M249 をベースに、ダイウ系2との部品の共有などで、互換性を高めたモデル。韓国陸軍の要求で、FN 社が設計し、S&T ダイウンが製造している。IMI ネゲブ詳細は、IMI ネゲブを参照イスラエルミリタリーインダストリーズ社が設計した、分体支援火器、軽機関銃。FN マグとミニミの構造を参考とした。CS。 LM8 中国の北方工業工師が製造しているミニミノデッドコピー品アイルランドアフガニスタンアフガニスタン国軍が M249 を採用しているアメリカ合衆国 M249 で射撃訓練をするアメリカ海兵隊員詳細は M249 軽機関銃を参照 M249 の名称で国産化され1984年に アメリカ陸軍に採用されたアメリカ海兵隊でも分隊レベルでの支援火器として積極利用しており特に4から5人で編成される沿岸偵察チームには必携となっている熱対策のため重心上部にカバーを追加する改良が施されている10年以上使われ続けたために機械強度が低下しているものが多いという評価があるが実際は採用された時の基本設計から 様々な改良が加えられ、現行では第四世代であるため、現在では最も進化しているであろうタイプでもある。また、多くの M249 がフィードカバーウェイのピカティニーレール取り付け改造を施された。これで m 6 8 m ポイントのような市販の中夜供用の高額スコープや低倍率スコープを取り付けることができるようになった。さらに、一部の M249 は、 初期装備のプラスチック製固定ストックから金属チューブ伸縮式ストックに回収された。アメリカ海兵隊は分隊支援火器として M27 イヤを採用し M249 と部分的に置き換えている M249 は継続して使用されその使用は中隊長クラスの判断によるアラブ首長国連邦イギリス L110A1 で射撃訓練を行うイギリス海兵隊兵士 球団にスタニーヒマガジンを使用層としては L108A1 として空挺用としては L110A1 としてイギリス陸軍で使われている軽視演火器と GPMG の中間の武器として採用された特に4人編成の分隊ではパラバージョンが徴用されているこれらには CWS という中夜共用の工学サイトが多用されているイスラエルイスラエル国防軍は 最初にミニミを 5.56mm 伴奏として採用し、その品質を実践で確かめた。限られた数のミニミが1990年代前半に購入され、南レバノンで実践に使用された。ミニミは確実に動作し、高い評価を得たが、1995年にイスラエル独自開発の IMINEWEB5.56mm 軽機関銃が、より、 イスラエル国防軍の要求に合致するものとして採用された。イタリアイタリア軍が採用している供給はベレッタ社、インドネシアエジプトオーストラリアアフガニスタンにて山の斜面を監視するオーストラリア陸軍の兵士。そばには薪身が置かれている海89として現地生産したものがオーストラリア陸軍に採用された。特徴としてピカティニーレールと 1.5倍光学サイトが取り付けられ、また、フラッシュハイダーが長くなっている。9名からなる分体が2丁を傾向している。また、少数の空挺バージョンが空挺部隊により使われている。7.62mm 弾モデルも巻姉妹として採用されている。オランダオランダ陸軍が不評用の FN マグの代替機関銃として採用した。 カナダ CQA2 を構えるカナダ陸軍兵士 CQ としてカナダ統合軍地上軍に採用された。標準的に製造されたミニミニ金属製伸縮チューブ式ストックを付けたもの。CQA1 はピカティニーレールが採用され3.4倍のエルコン C79 スコープが取り付けられるようになっている。CQA2 は重心が短くなり部品に 緑系の明細塗装が施され、プラスチック製マガジンの代わりに、布製のマガジンとなり、M4 カービンのようなテレスコピックストックと、折りたたみ可能なフォアグリップが取り付けられ、標準で、レーザー標準デバイスが取り付けられている。ギリシャギリシャ陸軍と特殊部隊にて採用。スイス LMG05 もしくは、FM05 の名で呼ばれる。スウェーデンスウェーデン陸軍の KSP90 バイト KSP。 90として、スウェーデン陸軍が採用している。主力小銃が秋4から秋5に変更されたのに合わせ、軽機関銃も KSP58 から変更された。空艇モデルを KSP90 バイト KSP90C として採用している。スペイン・スペイン海軍がパラを採用している。通常の5 5 6トルナトウ弾のほか7 6 2ト、mm、ル ナトー弾が使用できるモデルも採用。スリランカ・スロバキア・スロバキア軍がパラを採用している。スロベニア・セルビア対中華民国75式汎用キアリを運搬する中華民国陸軍兵士。細分に独自改良を加えたものを75式汎用。キアリの名で採用している。パプアニューギニア・オーストラリア製の F-89 を使用している。ハンガリー特殊部隊でそうを採用している。 フィリピンフィリピン軍が2002年に採用。ペルーペルー海軍が採用。ポーランドグラムや JWK、ホーモザといった軍の特殊部隊が採用している。マレーシアマレーシア陸軍が HK11A1 機関銃の後継として採用している。ニュージーランドカナダ製の CQ をニュージーランド陸軍が採用している。また、7.62mm 仕様のミニミ7.62。 tr を 7.62lsw ミニミとして2013年より採用した。ネパールネパール陸軍は5500丁のミニミを使用している。2002年7月11日にベルギー政府により供給された。ノルウェー2011年に採用。日本外洋写真上側が陸上自衛隊で採用されている 5.56mm 機関銃。 ミニミ陸上自衛隊で採用されている 5.56mm 機関銃、ミニュミ住友銃機械工業がライセンス生産を行い、5.56mm 機関銃、ミニミの名称で自衛隊が採用している。陸上自衛隊では62式 7.62mm 機関銃の後継として1993年度予算から調達を開始し、 2017年度予算までに4922兆を調達している。調達価格は約200万円。陸上自衛隊だけではなく、航空自衛隊では基地警備隊や UH-60J の自衛用火器として、海上自衛隊では護衛艦の搭載火器として調達されている。ライセンス生産されたミニミは専用のアタッチメントで62匹の三脚が、 装着可能で、精密な射撃を要求される際に使用される。さらに長距離の射撃の際には、直接照準眼鏡を装着する場合もある。また、微光暗視装置を装着する例もある。自衛隊が採用したのは、金属チューブ製の重傷を備えるいわゆる、スタンダード型で、重心交換レバーの形状が異なるなど、独自の改良が施されている。重本体側面に、 5 5 6ト、mm、ル機関銃、ミニミトの刻印が入る。重心上部に独自のヒートカバーが取り付けられているのが外見上の特徴。このカバーはアメリカ軍と同様に採用後に装備されるようになった後付け品であるが、中央の列の本列口が7つに減少しているなど形状が異なる。また、スタニッヒマガジン用の装填の断層止めは空砲による 射撃訓練ができなくなるために使用されていない。2013年12月18日、防衛省は過去数十年間にわたり検査データを改ざんし、要求性能に満たない機関銃を防衛省に納入したとして、製造元の住友銃機械工業を5ヶ月間の指名停止処分にしたと発表した。改ざんは1979年以降、少なくとも5350兆。 12.7mm 銃機関銃、7.62mm 機関銃、5.56mm 機関銃の3種類が納入されたとされる。このデータ改ざんが発覚する以前から現場の隊員においては、住友銃機械工業製のミニミは低性能であると認識されていたという、調達数詳細はミニミ系機関銃に関連する作品の一覧を参照ありがとうございます。